尼崎さんも直樹に付き合わされて長く。ううん、いいよ天文部で。は？一応案内してもらったけど絶対ここってのはなかったし。ユウスケ、ソライア、クズミ君もいるし。尼崎さん、一度落ち着いてから考え直した方がいいかも。そりゃ部長の俺のセリフだろ。はいはい、他のお客様もいらっしゃいますのであまり騒がれないようにお願いします。お、珍しいな。おはよう、直樹くん。今朝は珍しいものがあるわよ。ジジ臭いぞ。でも、昼休みが終わってからだよな、補習。うん。
泉先輩。気を使ってもらっちゃって。いいですか？まあ、いつものことだし、気にしない気にしない。返すためにも今年はしっかり活動してたな。そんなこと言ったって。で、今年の園芸部の活動だけど、補習が終わり次第早速ここで計画を練ってたな。育ててみたい花が。うちの貴重な戦力をそう簡単に渡すわけにはいきませんよ。
野々原先生もマメね。で、あと5分で始まるの、特訓が。仕方ないね。今日は勉強に専念することにして、また来週頑張ろう。天文部の年間スケジュールを考えるよ。天文部長は部の命運を一手に背負って去るとするか。ま、今度飯でもおごってくれ。
私はレンゲ寮なので、ここで。もう暗いし。ねえ直樹、手伝ってもらった上にそこまでしていただくわけには。よく千尋に教えてもらったりしてるんだ。いえ、そんなことないです。またまた謙遜しちゃって。でも英語とか国語は町井の方が成績いいよね。勘でやってるからね。なるでしょ。お二人は仲がいいんですね。羨ましいです。千尋、兄弟っているんだっけ。うん、妹が一人いたんですけど、ずっと話をしてないんです。寮での生活にはもう慣れたの？うん、だいぶ慣れてきたよ。そうですね。賑やかで楽しいです。先生も住んでたりして息苦しくない？していただいてます。